はいどうも、世界一ストイックな怠け者。ちょっとテンション上がりすぎか。はいどうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。やった。はい、ということで、正月から大忙しで、まあ、なかなかね、ゆっくりする時間がなかったんですが、まあ、去年の年末もクリスマスイベントだったり、お正月イベントで、まあ、大忙しで、ろくに挨拶もできなかったってことで、まあ、もう1月も半ばですが、はい、改めてこのタイミングで言わせてください。去年1年、ありがとうございました。そして2022年もよろしくお願いいたしますということで、はい、2022年はエビスちゃんガチャから始まったってことで、まあ、今回のスーパーサンクスお礼会は、エビスビールでいきましょう。そりゃそうなるわな。はい、はい、60点ぐらいのグラスビールができました。はい、時間使って継ぎ足しながらごまかしていきましょう。はい、年始早々そのごまかし、はい、これでいいでしょう。はい、そしてみんな2022年もよろしくってことで乾杯。めちゃうま。エビスさんありがとう。はい、ちなみに今回のビールのお供は、うまかれだれの鶏唐揚げ。はい、あとおなじみの岩下の新生姜ですね。はい、もう新年一発目はこれでいかないと。はい、とって、唐揚げいただきます。うん。なんか勝ちやん。もう勝ったわ。いや、めちゃくちゃうまい。はい、あと岩下の新生姜。抜群の相性。はい、もう岩下の新生姜をこうですからね。唐揚げには、もうこのセットが無敵なんですよ。唐揚げのビール最高。岩下の新生姜があるんで、まあ、脂身をね抑えてくれるんで、岩下の新生姜使えば大体のものはカロリーゼロになりますから、まあ、っていうか普通に油物との相性が抜群すぎるんで、はい、これ見てる方はぜひ試してみてください。はい、そんなことよりも今回、はい、なんとですね、運営さんの方からまたしても郵送物が送られてきました。はい、中身上げてテンション上がったんですが、はい、ちょっと見ていきますか。はい、こちらやばい。いや、なんかグッズがめちゃくちゃ入ってる。はい、まず一つ目は放置少女公式カレンダーということで、2020年バージョンいただきました。この画面の左奥にも今2021年バージョンのカレンダー映ってますが、はい、それの22年バージョンですね。はい、ちょっと開けていきますか。さあ、1月は誰なのか。あ、そうなんだはい、1月この2人、カンネちゃんとモータツちゃんの UR アバター。はい、ということで、なぜか放置食堂の2人が1月になりました。正月キャラクターじゃないんですね。いや、でもこれはお酒が進む。ありがたい。はい、ちなみにカレンダー本体の方はこんな感じで、あ、今回は1月のとこにマスコットキャラクターじゃなくて、普通に背景でリアルな絵が挿入されてるんですね。はい、これはこれでおしゃれでいいですね。はい、ということで、まあ、このカレンダーに関してはまたスーパーサンクスお礼会月に 1,2 回やっていくペースで頑張っていきたいと思ってるんで、まあ、2月のスーパーサンクスお礼会になったらまたカレンダーめくって毎月1枚ずつみんなに共有していくんで、はい、2月も楽しみにしててください。さあ、そしてこれはエマですね。はい、エマいただきました。聴覚者の、はい、これも中見てみましょう。はい、こんな感じ。裏は何も書いてないですね。まあ、ここに願い事を書いて家のどっかに飾っておくかっていう感じですが、まあ、普通に書くのもったいないんで、はい、これも飾っておきます。はい、あとお次がこちら。これなんだ。はい、ちょっと開けていきましょう。あー、はい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 、年賀状ですね。放置少女の、はい、裏こんな感じで普通にハガキになると、はい、1枚目がエビスちゃん。はい、デフォルメされた放置少女のキャラクターたちがいたり、放置少女公式の総選挙の優勝キャラクターのガクシンちゃん。あー、これかわいい。超コウメちゃんいる。あ、ここにはトラ猫いない。トラ年なのに、はい、ゲームの方には出張ってるんですが、こういうとこにはいないんですね。いいバランス取れてますね。はい、そして最後にウェディングの初期の4名と、はい、いうことでガクシンちゃん2回出てきてますね。さすが愛されキャラクター。さあ、そして最後はこれがすごい。はい、なんか真空パックに入ってますが、超コウメちゃん、これあれですね。はい、こんな平べったいですが、ちょっと開けてみますか。さあ、出していきますか。手袋邪魔だなあ、手だけど、ちょっと待ってて。あ、開いた。あ、すごい、一気に来る。はい、なんと開けたら、はい、こんなになりました。やば。いや、超コウメちゃんクッション。いや、これあれですね。この前、放置少女の YouTube の公式のアカウントで、えなこさんが一人で生配信やってたと思うんですが、そのスタジオにあった、超コウメちゃんのクッションですね。いや、やば。生放送中に、私も実際に見てて、リアルタイムでね、えなこさんこのクッション持って帰るって言うんで、えなこさんにそれくださいってコメント送ったんですけど、見事にスルーされてましたね。はい、ですが、運営さんにはしっかりその声が届いてたみたいですね。いや、ありがたい。いや、これはめちゃくちゃ大切にします。いや、運営さん、本当に新年から縁起物の数々をありがとうございます。
でまたこのチョコメちゃんのデザインでクッション作るってあたりがめちゃくちゃセンスがあって、まあこの下にいる虎猫ちゃんゲーム内ではクッションみたいなやつの上にいるんですよね。いやもうこんなことされたらガゼン猫飼いたくなりますね。虎猫ちゃんに似た猫見つけてこのクッションの上でくつろいでもらいたい。いやもう最高じゃない。はい、ということで、まあ生放送だったり放置少女公式チャンネルの年始に2本動画がアップされてる元旦のスゴロク動画ですねの方に出演させていただいたんで、まあ、おそらくその記念でいただけたんだと思いますが、ありがとうございました。もう飲むしかないですね。いやーもう超コウメちゃんの座布団見ながら飲むビールがうますぎる。いやほんと去年頑張ってよかった。はい、とつてまあこの前の放置少女公式生放送でもちょっと話しましたが、まあ、今年は虎猫ちゃんに似た猫を探しに実写動画で猫島なんかにもねどっかで行けたらと思ってるんで、はい、がぜんやる気出てきました。はい、それもこれもいつもね動画を見て支えてくださってるみんなのおかげということで、はい、今回もこのチャンネルにいただいたスーパーサンクスいついつ名前を読み上げていきたいと思います。はい、DK さん生放送前のエネルギー補給にでもお使いということでありがとうございます。はい、今回のスーパーサンクスはまずは11月の終わりにアップした12月の生放送に出演することが決まりましたと、はい、いう動画に対していただいたスーパーサンクスからのスタートになります。はい、ラッキーウキウキさん、公式生放送出演おめでとうございます。レモンサワーの紹介していただきありがとうございます。少しですがビールでも飲んでくださいませ。乾杯ということで、はい、ラッキーさん乾杯。生放送クイズ頑張ってくださいませ、ニャーってことでね。はい、クイズとねニャーっていうのをねセットでやっちゃうとトラウマ思い出すんでやめてくださいね。はい、さくなさん、生放送頑張ってください。収録補正願い返しには反映されないのが残念ですね。はい、まあ、この生放送に出演します回の動画で願い返しも引いてるんですが、まあ、結構収録してる時にガチャ系の引きがいいで定評があるテケテケなんですが、願い返しだけはなぜか引きが悪いと、はい、ような愚痴を確かこの動画で言ってたのに対するリアクションですね。他はいいから願い返しの引きだけ良くしてもらいたい。はい、川村さん、キスパセンキュー、ガンパさん、フルメタル、くれないさん、生放送テケテケスマホが鳴る予感。めっちゃいじってんな。はい、ちゃんとね今回の生放送はスマホも機内モードにして、なおかつアラーム自体の元を立ったんでめちゃくちゃスマートにやってのけましたから、まあその代わり本番喉が潰れてましたがでもそっちしっかりしろって話ですよね。失礼いたしました。はい、レシキさん、おはようスパンクさん、3連戦級、モジャオさん、ウラキさん、ゴルゴ13さん、アウグスなしで闘技場一桁、皇室ギリギリ2桁台で粘ってますが、さすがにもう辛い、陽線投与で幸せになれるのか迷ってます。以前やっておられた1対多数の陽線版や陽線 VS アウグスの101を見てみたいです。機会があればお願いいたしますということで、はい、もう最近ね恒例になりつつありますが、確かこの陽線ぐらいからですかね、あの実際に分析動画が終わった翌日ぐらいにどこかのサバで副賞を投与して実際の実演動画っていうのも収録するようになったのが、まあ、こういう感じでね実際に注目されている副賞のパフォーマンスがね見たいっていう声が多かったので、まあ本来であれば配課金編で分析動画の時に投与済みなので配課金編の方の対戦動画そのまま見せればいいんですが、まあ配課金編の動画だと奥義の解放具合だったり、まあ、育成具合なんかが狂乱状態でプレイしてるんであまり参考にならないかなってことで、はい、このぐらいから確か割と現実的な育成度合いのサーバーで注目されてる副将の実際の対戦映像なんかも流すようになりましたね。まあ、こういったねスーパーサンクスやコメントなんかでお声いただくことで動画のクオリティも上げていくことができると思ってるので、はい、実現できるかは別としてガンガン要望いただければ嬉しいです。はい、ジュさん、もちゃもちゃおさん、赤スパセンキュー。やっぱり既存は純 MR と比べたらキツですが好きなら仕方ないですね。頑張りましょうカンペもね見た目はぶっ壊れてたんですけどね、見た目にパラメータ持ってかれちゃってスキルの方がもうほとんどのプレイヤーの記憶に残ってないんじゃないかっていうぐらいパッとしなかったんですが、励ましスパチャありがとうございます。はい、もちゃもちゃおさん、ひんなひんなさん、キスパセンキュー、おはようスパンクさん、あゆみさん、案件おめでとうございますってことで、いやこれ放置少女以外のゲームを初めて案件でプレイするってことで、まあ、ちょっとねアップするときドキドキだったんですが、素敵なテケテケさんの声がいろいろな人に聞いてもらえますようにってことで、いやマジでありがとうございます。結構最近案件動画なんかもいただけるようになってきたので、近々また動画出すかもしれませんが温かい目で見守ってもらえたらなと。はい、スチームさん、もちゃもちゃおさん、ラッキーさん、はい、ベロさん、おはようスパンクさん、5連戦級、スチームさん、はい、そしておはようスパンクさん、キスパ戦級、生放送お疲れ様です。ゆっくり休んでください。軍令嬉しい、アウちゃん再販待ちと、赤い猿再販の更新情報の時のスーパーサンクスですね。そろそろアウグスも来そうですよね再販。まあ、結構アウグスが出てからなんだかんだアウグス超えのキャラクター出てきてないんで、そのまま再販まで行っちゃいそうですね。はい、今再販待ち結構いるんじゃないですかね。まあそれはもう今のところ間違いない選択肢だと思いますね。はい、そしてジャスミさん、生放送お疲れ様でした。天下女王の解説分かりやすかったです。ありがとうございます。いや本当にね喉がやられてたのは本当に申し訳ありませんでした。次回はちゃんとやります。はい、のんちさん、スチームさん、渦塚義行さん、テスト200円でスパさんのテストありがとうございます。はい、ちゃんといただきました。メープルさん、公式生放送お疲れ様でした。この度陽線をお迎えしたのですが、悩みに悩んだ末シリュウさんを引退させることにしました。
初虹としてお迎えしてから3年、私の陣営の一番の主力として活躍してきましたが、2000万超えの戦力にもかかわらず1000万のアーグスさんに負けたりと、正直かわいそうなぐらいでこの決断に至りました。シリュウさん、今まで本当にありがとうございました。いやー、これきついですね。 MR の波にさらわれていく旧二次キャラクターたち。いやでも最近まで超運シリュウ使ってたの本当にすごいですね。もう意地で使ってたんでしょうね。私も美化金編なんかで雪村ちゃんがどんどん闘技場で落とされていく姿見るのがね辛かったんで、めちゃくちゃわかります。まあ、ちょうどね昨日の動画でそんな雪村ちゃんを引退させて妖勇気を一軍にして、もうケロッと忘れたようにねウハウハ言ってましたが、昨日の自分を一発殴ってやりたいですが、まあちょっとね超運シリュウコラボキャラクターなんで嫁化とか MR 化っていうのもちょっと絶望的なんですが、運営さんにはぜひここら辺のコラボキャラクター奥義もね絡んでたりするんで、再販ついでに MR 嫁かそこまで行っちゃってもらいたいですね。はい、スチームさん、フルメタル紅さん、生放送前半のテケテケさん静かでしたね。音響暴走ということで、はい、なんかスゴロクの時もそうでしたが、私の音量がなぜかちょっとちっちゃいんですよね。声ちゃんと出してるつもりなんですが、もしかしたらもっと声張った方がいいのかなと、まあ、今度生放送出演する時にはここも相談したいなと思ってますね。私も後から聞き返してみて声があんまり聞こえなかったんで、はい、まあ、何にせよ無事に乗り切れてよかったです。はい、キスパセンキュー。はい、とりあえずね今回生放送のお疲れスパさんたくさんいただけてマジでありがとうございます。だいたいいつもねまあまあ緊張してるんで、終わった後の楽しかったよとか分かりやすかったですみたいなコメントでだいぶ癒されてるんで、はい、今回もありがとうございました。ということで乾杯。ごちそうさまでした。はい、さくなさん、連日の分析動画や生放送お疲れ様です。柑橘類などを取って体休めてください。まあ生放送の当日だったりその後だいぶ喉やらかしちゃったんでゆっくり休んだんですが、まあ柑橘類などを取ってってことで、はい、今回こちらいただきます。はい、前々回の2021年テケテケレモンサワーオブザイヤーで見事優勝したレモンサワーホロニガレモネードいただきます。あー、うまい。このレモンの皮感が最高、本当に。レモンサワーオブザイヤー、マジで動画収録してよかったです、あれ。レモンサワーめちゃくちゃ好きになりました。はい、みかんぐみさん、赤スパセンキュー。検証ありがとうございます。ハンニバルが弱体せず安心しました。近頃はテケテケさんの検証力を試すかのような挙動の副賞ばかりですが、これからも頑張ってください。いや、試さないで、本当に。最近のね、バグの頻度が、えらいことになってますからね。新副賞出たら、とりあえずバグないか探すような習慣がちょっとつきつつある、今日この頃ですが、もう運営さんにデバッカーとしてね、雇ってもらおうかなっていうふうにね、ちょっと思いかけてますね、今。はい、ぬさん、宇塚義行さん、そして宇塚義行さん、風邪薬の足しにしてくださいということで、はい、ここら辺からちょくちょくね、喉痛めてしまったので、風邪だと思われちゃって、お薬をね、スパさんで処方してくださる方が、ちらほら出てきて、おかげで喉飴を大量に買うことになりました。ありがとうございます。はい、今も毎日必ず舐めてますね。はい、緑水さん、キスパセンキュー。テケテケさん、お大事にってことで、ありがとうございます。風邪ではないですからね、喋りすぎて喉痛めただけで。キラボシさん、みかんグミさん、ディケさん、チームアナンさん、レシキさん、ゴルゴ13さん。もうね、喉飴の話ばっかりなのよ。いや、本当に私の視聴者の方、優しい人ばっかりですね。もうそれだけに申し訳ない。まあ、加湿器も買ったんですが、どうしても喋ってると、未だにね、喉やばいなって時が、最近でも正月あたり来たりしてたんで、もうその都度、喉飴舐めまくって、なるべく喋らないようにして、一日を過ごしたりしながら、またね、こんなスパさんのいただき方をしないように、努めていきますので、本当にありがとうございました。小瀬さんも、喉飴のおすすめありがとうございます。おはよう、スパンクさん、ラッキーさん、ノバさん、サク914さん、あ、コメント編集できなかったというふうになってますが、これ今スーパーサンクスの仕様でスーパーサンクスを送ったそのコメントに関してはこの上にあるようにありがとうございますしかもう定型文でそれしか送れないみたいで、今サク914さんがやってるようにその後自身のスーパーサンクスに返信する形でその感じでコメント書いてもらえればそちらも含めて見ていきますので、はい、その送り方で正解ですからね。ただ YouTube の方で今後このスーパーサンクスのありがとうございますっていう定型文の部分を自分で編集できるようにしていくみたいなので、はい、またそうなったら報告しますね。はい、新井ふさこさん、佐藤優挙さん、キスパセンキュー、モッチーさん、立林さん、スチームさん、スーチムさん、キスパセンキュー。あれ？あれ、ずっと、スーチームさんのこと、スチームさんって呼んでませんでした、私。あれ、ずっとこうでした？あ、それか、スチームさんとスーチームさんの二人いるのかな？あれ、やばい。ずっとご指摘なかったんで、もしかしたら、ずっとスチームさんって呼んでたかもしれません。だとしたら申し訳ないです。オルタナさん、おはよう、スパンクさん、サクナさん、バリオ、おはようってことで、いや、来てよかったですね、バリオ。サクナさんのアイコンにもなってますからね。はい、宇塚よしゆきさん、キスパセンキュー。あー、メインサバは先月に VIP12 に達成しました。来ましたね。はい、確か先月も報告いただいてましたよね。はい、VIP12 って120万円分課金してるってことですからね。こちらの世界へようこそ。はい、ちなみにサブも VIP9 ってことで、VIP9 も30万円ぐらいでしたね、確か。いやー、恐ろしいゲームですね、本当に。はい、これからも沼の中で一緒にバチャバチャやっていきましょう。はい、スーチムさん。あー、スーチムさんだ、やっぱり。どうしよう。
え、変えたのかな最近。心配になってきた本当に。もちゃもちゃおさん、キスパセンキュー。ふみちゃんにもチャンスがあるかな、一言が嬉しかったです。ないでしょうが嬉しいでした。あざす。ぶんおちゃんね、本当に結婚の縁定めスキル最近どうかしてるんで、運営さんもし見てたら、既存の副賞の結婚イベントってのはマジで一大イベントなんで、もう少なくとも本当にがっかりしないような、わこんなスキルになったかみたいなね、変なスキルでもいいんで驚きがあるようなね、パッシブの延長じゃなくて何か結婚のサプライズが欲しいですよね、スキルにも。はい、スーチムさん、スーチムさん畳みかけないで、読み間違えてたの認めるんで、本当に申し訳ございませんでした。青木さん、坊や哲さん、レシキさん、ジョニーさん、美咲吉さん、キスパセンキュー。ほと嫁も同時なら取ったのに。でもこれなら雪村の MR 化も相当くはなさそうですね。マジで来てほしい。雪村の MR 化絶対筋力値ベース防御虫攻撃の聖子バフ剥がし連撃キャラクターになりますからね。もう絶対強い。多分人気のキャラクターだと思うので、 MR 化も相当くはないんじゃないかなって私も思ってます。はい、そう考えたら美化金編で花の水式あやめちゃんに使ったの間違いだったかもしれませんね。はい、まあでも来たら美化金編月5000円が上限ですが、2万円ぐらい使ってその後 4,5 ヶ月間無課金生活する生じれ合わせしてでも東洋に行くんで、とりあえず来てほしい。はい、うずかさん、おはよう。スパンクさん、スパさん5連戦級。レシキさん、うずかよしゆきさん、願い返し 59,851 元宝。いやもうだいぶ天井張り付いてますね。時間は3時20分。あー出た、奇跡の時間帯。はい、これもね動画アップしてるんで、この時間帯に出やすいんじゃないか説がありますが、まあメンバー限定動画なんかでさらに深掘った映像流したりしてるので、気になる方はメンバーの方も見に来てください。はい、渡辺麻里さん、赤スパ戦級。のんちさん、もう食べられないでござるよくそれ覚えてましたね。どっかの動画の冒頭に一瞬喋ったやつ、私の友達の彼女の寝言ね。もう女の子のこんな寝言聞いたら好きになっちゃいますよね。まあ友達の彼女なんですが、まあ私の先輩でもある人だったんで、どんな夢見てたんだろうっていうね。いやマジでそいついい彼女作ったなっていう風にね、その瞬間ちょっと嫉妬しましたね。はい、おはよう。スパンクさん、ゆいゆいさん、お疲れ様です。はい、なんでか帰れっていうのが毎回になる理由が少し分かりました。美味しいお酒でも飲んでください。スプラッシュ注意ですよ。はい、ゆいゆいさん乾杯。もう今日はスプラッシュしませんから。さくらにゃごらさん、よっさんさん、おはよう。スパンクさん3連戦級。すじこさん、すーちむさん、うずかよしゆきさん、こうえすさん、キスパ戦級。いつもいい声での検証解説ありがとうございます。投票するしないの参考にめっちゃしてます。皆さんお酒やコーヒーなのでマックどうぞいやマックはいかんのよ、太るから。もう年に数回しか食べないんで、誘惑やめてください。マジで好きなんで。はい、うずかよしゆきさん、おはよう。スパンクさん、すーちむさん、リレーさん、このスパさんお礼会ってすごく良いと私は思います。スパさんそのものがサンクスイコールお礼なのですが、そこに動画で感謝をするそのやり取りや、誰かのスパさんにナイスをポチ、この交流をひとまとめにして和気あいあいと作る、見る、楽しむ、このお互いの感謝し合いが見てるだけでほかほかと幸せになります。これはとっても希少で楽しい、ぜひ続けていただきたい共有の場です。超ナイスポチダッシュってことでね。はい、リレーさん最近忙しそうですが、まあ、スパさん会これからも定期的にやっていくんでね、お酒でも飲みながらゆっくり見てください。フルメタル紅さん加湿で静電気も緩和しますね。もうどんだけいじるのそこ。ありがとうございます。さくなさん、人気投票開催ありがとうございます。 MR も嫁もなかった宝刀に1票です。見た目は赤宝刀が一番好きです、ということで、はい、ここら辺から今年の1月1日に発表された放置少女推しキャラランキングに対するスーパーサンクス入ってきますが、はい、スーパーサンクスいただけた方の推してる副賞のイラストですねっていうのを私が直筆で書くというお約束をしたんですが、はい、ちょっと今回はね、まだ書けていないので、次回以降書いてこのスーパーサンクス会でその結果をお届けしていきたいと思っているので、推しキャラのスーパーサンクスに関してはちょっと今回はこのあたり固まってるんですが、とりあえず名前だけ読み上げさせていただいて、また後日そのイラストが完成したタイミングでスパチャのコメントと一緒に紹介させてください。はい、ということで、さくなさん、キスパセンキュー、少々お待ちください。青木さん、フルメタル紅さん、ラッキーさん、ココアさん、はい、イラスト描くんでもう少々お待ちください。フルメタル紅さん、キスパセンキュー、はい、加工園のイラスト、いや腹筋のあたりしっかり描かないとやばいな。はい、今年中に小出しで描いておこうと思ってるんで一筆描いてきますね。はい、DK さん、岩下の新紹介ミュージアムの交通費の足しにでもしてください。行ったら感想聞かせてくださいね、ってことで、ありがとうございます。もちろん行ったらこのスパ3回で実写映像としてお届けしていきますので、楽しみにしていてください。ジャスミちゃん、ジャスミさん、新井ふさこさん、追加情報をご要望いただいたので下記 URL をご覧ください。あ、これあれですね、岩下の新生姜鍋っていうのがあるっていう情報を詳細くださいっていう風にお願いしたらリンク送ってくださいました。ちょっとね、この岩下の新生姜鍋会もね、映像で撮りたいなと思ってて、もう調理から実食まで全部実写でやっていこうかなと思ってるんで、いやまずはね、岩下の新生姜ミュージアムに行ってこの岩下新生姜鍋をゲットしないといけないんで、いや3月までには行きたい、寒い間に。はい、ちょっとね、もう少々お待ちください。はい、ということで、みんなスパさん選挙。はい、ということで、まあ2022年になりましたが、もう今年はね、もう公言しちゃったんで、いろいろこのスーパーサンクス会を通しての実写映像をお届け絶対にしていきますので、まあなんとかして時間を作らなきゃいけない。
やばいぞマジで、つきっきりなんだよね放置少女に。はい、もしかしたらどっかで放置少女の動画大型連休いただいて猫島に行ったり岩下の新生姜ミュージアムに旅立つかもしれませんが、まあ大きな休みがあったらテケテケ行ったなと思ってください。はい、ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、これからのスパ3回も楽しみにしていてくださいということで、また次回のスパ3回でお会いしましょう。バイバイ。おっす。